パウルナタン博士ドイツ系ユダヤ人による事前協会は1901年パウルナタン博士によってドイツのベルリンに設立された教会である。彼に加えてジェームス・サイモン、オイゲン・ランダウ、マックス・バルブルクが組織を率いてきた。ヨーロッパ諸国は帝国主義的かつ植民地主義的な支配や文化的影響を求めて互いに戦争をし続けていた。 諸国のユダヤ人たちは、自らの市民権を持つ国家の知性に同化し、国の発達に貢献していた。エズラ教会は、このような同化運動の一部から起こった、特にシオニズム的ではない、ドイツ系ユダヤ人の組織であり、その目的は、ユダヤ人たちのうちで、ドイツの文化発達を助け、さらに友好的意識を深め、相互扶助を推進しようというものである。ドイツは、 国家勢力として、フランスの影響力の代替に、オスマン帝国のスルターンに話を持ちかけようとし、エズラは、その活動内で、このような分野でも統合し、同盟のうちで優劣を競った。ありがとうございます。